飛び地があった当時の状況を示す地図。中央を縦に貫く大々色で示された国境線の左がバングラデシュ本土で右がバングラデシュ領内にあるインド領の飛び地。飛び地が入れ子構造になっており矢印で示されたダハラカグラバリは世界で唯一のミート飛び地であった。飛び地に不番した地図。矢印のついた三つの中期のうち左下のものが指すのが ピンクの51番で示されるダハラカグラバリである。ダハラカグラバリは、かつて、バングラデシュ領内にあった、インド領の飛び地。インドとバングラデシュの国境地帯にあった、飛び地群の一つで、2015年5月6日に、他の飛び地とともに、バングラデシュに譲渡された。インドとバングラデシュの国境地帯には、かつて、バングラデシュ領内に106のインド領。 インド内に92のバングラデシュ領の飛び地群があった。整理上、51と不満された土地は、バングラデシュ領内にある、インド領の中のバングラデシュ領の中にある、インド領、すなわち、三重の飛び地となっていた点で得意である。面積は7000平方メートル。ダハラカグラ割は、バングラデシュ領のウパンチョウキバジ210番地に、完全に取り囲まれていた。 このウパンチョウキバジニ110番地は、インド領のバラバラカグラバリに囲まれていた。そして、バラバラカグラバリは、バングラデシュのロンプールカンクポンテヨモル県、デビゴンジュ内に位置する飛び地である。したがって、ガハラカグラバリは、飛び地の中の飛び地の中の飛び地ということになる。この土地は、猫の額ほどの農地で誰も住んではおらず、一重目のインド領とは、 数メートル幅のバングラデシュ領によって隔たれているに過ぎなかった。2008年当時、この飛び地の所有者はダハラカグラバリを取り囲むバングラデシュ領飛び地に住んでいたバングラデシュの農夫である。ダハラカグラバリが小さいとは言っても、インドバングラデシュ国境の飛び地群で最小の飛び地というわけではなく、最も小さい飛び地はバングラデシュロンプール管区内にあるインド領。 1090平方メートルの場に空であった。これら飛び地軍の統治の煩雑さと住人の直面する、高うましからざる状況から2011年9月インド、バングラデシュ領政府は162の飛び地を交換することによってこの問題を解決する意思がある旨を発表した。その際には住人には国籍の選択が認められた。インドは国境確定協定に合意し、 2015年5月6日に、この飛び地はバングラデシュに譲渡された。ありがとうございます。